こんにちは、ゆうき村です。動画をご視聴いただきありがとうございます。ちょっとね、ここにももう映ってますけども、ついに届きました。いくつかエディションがあるみたいなんですが、僕はこのスペシャルエディションを予約していました。メタルギアソリッドで有名なあの小島秀夫監督がですね、メタルシリーズはまあ一応終幕ということで幕は下ろしたんですが、小島秀夫監督が新たに作り出したのがこのデスストランディングというゲームなんですが、何年か前からですね、小出し小出しで動画を、解禁したりとか、まあこの演じている、キャラとか、それをですね、少しずつ、メイキングで見せていったりとかっていうのはあったんですが、やっと先日発売になって非常に僕も楽しみでございます。スペシャルエディションはこれスチールブックケースとか、まあ音源がね、ダウンロードできるということなんですが、このヒデオ小島ゲーム、このテロップがいいですよね。サム役のノーマン・リーダスとか、北欧の主砲マッツ・ミケルセンも出ていますし、ハリウッドトップに上り詰めたデルトロ監督もね、このゲームに出ております。俳優の皆さんも素晴らしいんですが、声優の皆さんも豪華でですね、主役のサム役にはですね、津田さんが入ってるんですが、津田さんはなんと小島監督からツイッターの DM で連絡がいったとかね、そういう裏話もあるそうなんですが、もう声聞くとですね、さすがっていう感じなんですが、僕まだゲームしてないんですけどね、もうあの動画でチェックしております。マッツ・ミケルセンが山地さんだったり、デルトロ監督の声が、石積さんだったりね、よくあの海外ドラマで声を当てられているので、あ、聞いた瞬間にあ、この方かと思ったりしました。メタルの流れというか、小島組からですね、やっぱり大塚さんとか井上喜久子さんとかですね、永遠の17歳ですね、あとは水木奈々さんもいますし、非常にこう声優陣がしっかりこう小島監督の、役をですね、作られた一つ一つの役をですね、しっかり演じられているので、これがまた非常に素晴らしいんじゃないかと思います。あと坂本真綾さんも出てるんですよね。PS4 は持ってるんですが、残念ながらこの部屋にテレビがないので、どうにか設置して早くプレイしたいと思います。今日は宿川バルということで、阪急宿川駅に来ていました。開始時間でも満席です。大人の宿川バルなので、お昼からビールいただきます。中屋さんのバルメニューはこのチキン南蛮です。一つ食べてみようと思います。うん、どういう風に、バルに参加している体ですけど、僕ら普通にランチ食べに来たんですよね。で、奥さんが頼んだ親子丼です。美味しそう。どうですか。僕は焼き鳥定食を頼んだので、焼き鳥が7串来るそうです。食後のスイーツにわらび餅。わらび餅ってそんなに食べないんですけど、うん、冷たくて美味しい。コンセントマーケットさんに来たんですけど、すごい列。ちょうど1時に並んでみたんですけど、31番目、ちょっと侮ってたな。でもパンセットゲットできそうです。このね、バル限定のサンドイッチは即売れだったみたいですけど、僕はこれを買いに来たのでギリギリゲットですね。これをワインのあてにします。パンも買えたので目的は達成できたんですけど、宿川を散歩しようと思います。
せっかく宿が来たのでパン買っちゃったんですけど、スイーツも買おうと思います。ドリカムさんが関西でねライブするときは必ずケータリングに出てくるというエルベランのケーキを買いに行こうと思います。わ、久々だな、エルベラン。ちょっと久々に中に行こうと思います。クッキー美味しそうですね。ドリカムさんのサインが出ました。いや、こんな感じで GH5 で来てます。このレモンパン美味しそう。カットのやつがあるのでそれにします。久しぶりのエルブランでしたね。クッキーとケーキをゲットしました。いろいろ買えたんでこれで帰ろうと思います。帰りは奥さんの運転で帰ります。企画しまして限定50セットね、無事ゲットしました。50セットの内容なんですが、シラス、チェダーチーズ、トマトのプレッツェル、ジャガイモジェノベーゼ、酒粕、ブルーチーズです。これで1000円はかなりお得です。奥さんの友達がロスから来ておりまして、お土産をいただきました。トレー状のバッグ付きなんですけどね。トレーダージョーズのメイプルバターと、これ結構美味しいんですよね。バナナブレッドミックスとコーンブレッドミックスをいただきました。ロスからこんなに重たいものを持っていただいてありがたいです。ありがとうございます。宿川バルまで時間があればもっと見て回りたかったんですけど、我々は続きは家バルでやろうと思います。